いやー、でもマジで大谷翔平すごいよね。やばすぎるよね。俺なんかのインタビューで読んだんだけど、アレックス・ロドリゲスもかなり評価してるらしいよ、大谷翔平のこと。ええ、お前、アレックス・ロドリゲス知らないのえ、マジでえ、知ってるよね知ってるよねえ、やばえ、お前、いくつだっけえ、今年30でしょで、 A ーロット通らなかったそんなやついるいや、常識でしょ常識だよねいや、常識だから、A ーロットはいやいやいや野球やってなかったとしても知ってるって。だって、ね、マドンナとか、キャメロン・ディアスとか、ジェニファー・ロベスとか、そこら辺と噂になってっから。そっちから知ってる人も多いから。え、こいつ、やばー <laughs> えジャンジャンけじゃん お前らも知ってんのジャンジャンケジャンえへ <laughs> もちろん俺も知ってるよ。ジャンジャンケジャンね。ねいや、でも、今日は良くないジャンジャンケジャンの話は。ね。今日はやめよう。へへへへ。ケジャン。わりがに。韓国料理。ジャンジャン。豆板醤。 あ、もしもし、めぐみ、どうしたああ、明日ああ、いいよ、分かった。泊まりおいで。あ、めぐみさ。あのー、じゃんじゃんけじゃんって知ってるそうだよね <laughs>。常識だよね <laughs>。ああ。いや、ほんとほんと。じゃんじゃんけじゃん知らないやつと付き合うのなんて絶対無理だよね <laughs>。 えー、もちろん知ってるよ当たり前じゃん説明説明ってむずいけどさまあでも美味しいよねめぐみめぐみあお疲れ様です お疲れ。はい。ああ、いや、そうなんですよ。僕、彼女と別れちゃって。あーまあ、いろいろあって。コーヒーですかああ、ありがとうございます。いただきます。えジャンジャンケジャンで負けたやつのおごり じゃんじゃんけじゃん知らなかったやつが会社クビになったんですかええ俺は知ってるよ当たり前じゃんええ知ってますよ僕主導でじゃんじゃんけじゃんわかりましたじゃあ行くぞ行きますよ ケジャンポン <noise> あっいやこれはそのいや違いますいやあっもしもし母ちゃん今電話大丈夫あっ俺は今家にいる会社はクビになったえ母ちゃんさ「ジャンジャンケジャン」って知ってる 常識なんだ。あの、これさ、誰にも言わないでほしいんだけど、実は俺、ジャンジャンケジャン知らなくてさ。ジャンジャンケジャンって、何なの縁切るってどういうこと母ちゃん母ちゃん続いて、ジャンジャンケジャンのニュースです。ジャンジャンケジャンが昨日、 ヤクルト戦でツーーラランホームランホムを打ちました<は>しかしその後すぐに海に帰り<へ>今ではティッシュに包まれ地元の方にあがめられているそうですは<ー>おう今日はお前に話があるんだよ何のことか分かってんだろエーロット知らないのバカにされたのがそんなにムカついたか 俺の親にも、恵みにも、会社にも連絡して、俺をはめたんだろうな、おい本当は、じゃんじゃんけじゃんなんてものはないんだろなんでだよ。なんで俺が逮捕されるんだよ やっと見つけたこれのことだったんだな針金はたいてとうとう手に入れたぞじゃんじゃんけじゃんこいつを飲めば俺も神様になれる